前回のこのね対戦の時はもういきなりこの初球をねレフト前に打たれたんですけども、はい、3球三振。今日はあの小林選手がいます。1回の表ドラゴンズの攻撃です。ここを打ち取っています。しかしセカンド牧よく掴んで一塁送球、ここはセーフ。ナイスプレー。姿勢から弱い球じゃないですよね、はい、強い球ですね。こういう時っていうのはもう非常に体幹のバランスが整ってますんでね、はい、バッティングの方をちょっと注目もしてみたいですよね、はいはい、バッティングの状態がいいから守備がいいのか、守備がいいのからバッティングがいいのかっていうね、はい、ありますけども、右方向のバッティング、ライト前ヒット、ワンアウトランナーは二塁一塁です。センター、その外のボール、セカンドマギベースを踏んだ、そして一塁送球、ダブルプレー、大きくガッツポーズを作りました石田雄太郎。このピンチを切り抜けています。関わったことがあるんですけども、はい、ここはセンターに持っていく。第一打席の梶原です。全てが自分軸でこう持てないんだっていうのはね、ちょっと印象を持ってしまいましたけども、はい、やるなら徹底してほしいですね、はい、ノーアウトランナー一塁、バッター2番の牧です。ここは空振り三振に倒れました牧です。広島に行きますからね。フェアです。ベースを踏んでアウトになりました。ツーアウトランナーは二塁です。さて4番の大介を迎えています。ツーアウトランナー二塁です。高めのボール、大介に当たればセンターに上がっている。センター下がって入った。大介が今シーズン第23号のホームラン。大きな後押し、4番の一発、2対0。そして宮崎で引っ張ってサードライナー、スリーアウトになりました。ただベイスターズはオースティンの第23号ツーランホームラン、2点を先制しています。スリーボールワンストライク、宇佐美の当たりはレフトフライ、危なかったですね。センターが回り込む、センターの桑原掴んでワンアウトです。2回の表のドラゴンズの攻撃です。高いバウンド、ショート強打、一塁送球してる、ワンバウンド取れない、記録はヒットです。逆方向へのバッティング、レフト前、ワンアウトランナー二塁一塁。内野はセカンドゲッツー体制、ツーボールツーストライク、詰まらせましたがレフトの前落ちる、二塁ランナーそれを見てから三塁に向かいました。ワンアウトランナー満塁です。宇谷は今シーズンは4打数の1安打。ワンアウトランナー満塁、バットを出して、そしてセカンドへのゴロ、セカンドランナーを追いかけながら、そしてここで挟んでいく、タッチが先になりました。ナイスプレー、強打が最後追いかけて、はい、今のは強打選手ナイスプレーですよ。そうですね、はい、もうちょっとねスローがあれば見たいですけども、はい、はい、後ほどその得点も振り返っていきます。京田選手のプレーも振り返っていきます。京田さん、はい、これはもう私が勝手に思っていることなんですけども、センター方向、桑原振りました、取った、ナイスプレー、これも捉えられてライト前、すでにドラゴンズは6本目のヒットになります。多様なコントロールができません。ちょっとリードしてほしいですね。あ、そうですね、この
半歩、一歩半歩がね。ランナースタート、引っ張ってサード、サード二塁送球、二塁セーフ、そして一塁送球はアウトです。よかった。ね、ちょっとドキッとしましたけどね。そうですね。はい、駆け引きの中でスライダー、カット系の球が肩口から入ってこないようにっていうので、ね、本当に置いて。右方向へのバッティング細川、ライト前に落ちる。二塁ランナーは三塁を回って。ホームに帰ってきました。ナイスバッティング。4番の一振り、ここ4試合ヒットがなかった細川にヒット。帰り同点に追いつきましたドラゴンズ。そして5番の宇佐美を迎えています。されました。セカンドの後方、ライトが前進、落ちる。一塁ランナー細川は三塁まで行きました。風の状況もあるかもしれませんが、セカンドライトの間、勝ち越しなるかというドラゴンズです。現在5位のドラゴンズ。フライになってで、これはライト落下点に入っています。スリーアウトになりました。ドラゴンズ追加点はなりませんが、1点を取って同点に追いついています。です。ディアーナ今日勝てば通算100勝です。あー、そうですか。いよいよ節目の100勝が見えてきました。ディアーナ、そんな時に呼んでいただいてありがとうございます。昨年51勝、今年48勝。用意スタート。スタートしました。さあ挑戦者の女性ですが、並んでいる状況、ディアーナリードを奪う。さあ1走から2走、ミサさんから鈴木さん、そしてさあ並んでいくアンカーの男性に、さあアキさん逃げる、アキさん逃げる、通算100勝に向かって今フィニッシュ。ディアーナ通算100勝、見事に2年間で積み上げた勝利数は100。いや今日も勝ちましたね。そうですね、おめでとうございます、ね、よかったじゃないですか。しかし早いですね、この3人は。100勝と4人ですか。100勝35敗、かなり第3勝が多いですね。1位巨人から4位の DeNA まで5ゲーム差です。1つ上の広島までは1ゲーム差ですから、広島とDeNA が今日勝つことになると、一気にまた状況が変わってくるということになります。先頭バッターに対してストレートのフォアボール。バットの先、ゲッツーコース、マケ二塁送球、そして一塁送球ができません。板山セカンドゴロ、一塁は送球できませんでした。ランナースタート、引っ張って三遊間、ゴロ、一塁ランナーは二塁ストップです。ナイスバッティングですね、今のもね。ランナーがスタートを切って、はい、そして三遊間まで83球という投球数です。さあここはしっかりとランナーを進めることができるかどうか、うん、ここ今のところヒッティングの構え。ヒッティングできました。入っている、セット線ボールが転がっている。二塁ランナーに続いて一塁ランナーも帰ってきた。初球打ち福谷、レフト線長打コースになりました。なんとピッチャーの福谷の2点タイムリーツーベース。ここでヒッティングできて、佐伯さん、このバッティングを見せました。そうですね、まあ、ベイスターズ側とすれば大方
バントっていうのと、あとピッチャーだから、まあ、大杉選手は 前守ってましたよね、はい、で宮崎選手の場合は自らのバットで4対2岡林はフライを打ち上げます。センターフライ、ツーアウトランナー2塁です。インコース詰まらせて宮崎、はい、最後はファールグラウンドでボールを掴んでいます。スリーアウトになりました。さあ福谷見事な2点タイムリーで勝ち越し。ただベイスターズは牧からの好打順です。牧の当たりはセカンドゴロ、すぐさま一塁送球しています。ワンアウトです。この時期ありましたよね。そうですね、はい、そういうところでのバッティングの見直しと、あとあんまり触れられなくなったんですけど、今年からその選手のフォームをねちょっと変えてるっていうのもありますから、はい、ベイスターズがこれが合ってないで、その後に的っていうところも出てくるんですけど、そのタイミングの部分でいうと 奥行きの部分になるんですね、はい、これもちょっとタイミング合いませんでした。ライトフライで3アウトになりました。ここも福谷が見事なピッチング、三者凡退で0点に抑えています。あ、これとバッターボックスに入っていきます。ストレート引っ張って来戦長打コースになっている。板山一塁を回って二塁に向かっている。ノーアウトランナー二塁。ここでストレートを思い切り引っ張っていきました。バントの構えを見せています。クラが送りバント、ピッチャー取った。そして一塁送球、牧がベースカバーに入っています。ワンアウトランナーは三塁。コップを、はい、センターから左中間レフト方向に持っていけばドラゴンズの方にちょっと有利になると思うんですよ。そうですか、はい、で全然引っ張ってもいいんですよ、はい、でここも空振り、で今のでも気持ちがでレフト方向に行ってないですね、はいはい、外に外れてフォアボールです。ツーアウトランナー三塁一塁、一塁ランナースタートを切っている。ツーアウトランナーこれで三塁二塁に変わっています。盗塁が認められました。そしてそれを見てから申告敬遠ということになります。準備をしながらどういう風に見てたか、ただ漠然とまっすぐまっすぐだけでいくとスライダーが意外とあったりするんですよね、はい、あの今日初めての打席です、はいはい、ですからちょっと初球様子見てほしいですね、はい、詰まっている。ファーストの後方、オースティン構える。ファールフライになった。ファーストへのファールフライ、佐々木千早このピンチを切り抜けました。2点差で迎える8回の裏、引っ張ってファーストライン際しっかり掴んでいます。石川が掴んでベースを踏んでいます。ワンアウトになりました。8球目、高め、空振り三振。そうですね、いつもの印象がこれがあるん で、 はい、はい、でそういうことになったんですけどね、はい、スライク鈍い音がした。セカンドゴロ、スリーアウトになりました。ドラゴンズ鉄壁のリリーフ陣です。8回終了4対2、見事な松山のピッチングでした。この9回の裏2点追いかける、まずはランナーを出したいベイスターズです。センターへ巻き上げました。巻きが出た、すごいな。
ングを決めた男たちの横浜スタジアム、佐野がここは素晴らしいプレーが出た、変わった山本、ナイスね、ナイスプレー、佐野選手がナイスバッティングですよ、よく取りました、そしてよくトスをしました、はい、このシーンです、楽しいですね、楽しみができるということは相当なこの準備力ですよ、でマルティネス選手のいい時っていうのはその目線を下げたところでそれを全く、ね、押し付けないボールがあったりとか、はい、このスコーター、ね、外のボール空振り三振です、それもさらに9球目、宮崎の当たりはショート、深いところ、2塁送球、アウトになりました、最後は守備でドラゴンズ、チームを救った、ベイスターズ、あと1本届きませんでした、最後はビデオ検証が行われるリクエストです。このシーンです、深いところから左足を踏んでいませんが、この右足ですね、この森選手がどういう風に今セカンドへ向かって走ってたか見たいですね、アウトで試合終了、ドラゴンズ4対2勝利を収めました、福谷が見事なピッチングとそして見事なタイムリー、今シーズン2勝目をマークしています、後ろ目から走るのはもうセオリーなんですけど、ね、そうですね、はい、でその後ろ目からベースに向かってまっすぐ行ったのか膨らみながら行ったのかっていうので、はいはい、もう当然1歩2歩っていうのは変わりますからね、はい、だから今のどうだったかな、ああいうギリギリのプレーだったので、ね、はいはい、っていうのが求められるのが森選手だと思うんです、そうですね、はい、ドラゴンズは今日横浜スタジアムでの最後のゲームを迎えたということでレフトスタンドのファンに挨拶をしました、ベイスターズ戦はあと3試合、10月4日から始まる3連戦最後の最後に控えているという佐々木さんゲームですから、それではドラゴンズファンの皆さんお待たせいたしました、今日ヒーロー投打のヒーローになります、福谷選手です、おめでとうございます、ありがとうございます、今日はまずピッチングの方からお伺いしていきたいんですけど、6回2失点という内容でした、改めて振り返っていかがですか。いや最初に意外にホームランを打たれてしまってどうなるかなと思ったんですけど、そこから、まあ、何とか修正して6回まで投げることができてよかったです。いや嬉しいですね、やっぱり、はい、いくつ手元にあってもいいもんですか、はい、さあそいやいいところに飛んでくれました、はい、場面的には本当にいろんなパターンというのも考えられたと思うんですけれども、あの打席どんな指示もあって、そしてどんな思いでまず向かってったんでしょうか。いや大西さんが来てあバントかなと思ったらもう初球から思い切っていけよって言ってくれて、まあこれで打てなかったらもう大西さんのせいにしようと思って思い切り振ったらたまたまいいところに飛んでくれました。なかったですけど最終戦こうやって、勝ちを皆さんと共有できて嬉しいですし、また明日から頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は見事投打のヒーローとなりました福谷浩司選手でした。ありがとうございました。では三浦大輔監督のインタビューです。